こんにちは、かくすけです。やっていきましょう、ポーションクラフトね。さあ、売りまくりのレシピ作りの最中ですね。まあしかしな、明らかにレシピ作りよりも人気レベルが低すぎるということなので、まあ売る方をメインで進めていきますね。変わらず、ああどうも、もういりませんね。ああ売るものもないです、すみませんね。ああありがとうございます。戦闘能力を底上げするポーションが欲しいんだ。3種類は無理だけど、これは力だよな、きっとね。ほい、どうぞ。3種類以下か。あ、やったね。まあ、そっかそっか。力のポーションぐらいなら、それで作れてるか。あ、2種類で？目くらまし？さあ、希望が多い。服に魔法をかけてきたら、透明になれるようにしたいんだ。でもそのために似たような効果のポーションが必要なんだ。19、両方ですね。はいよ。どうぞ。こんにちは。うちのバカ亭主が昨日門に手を挟んだんですよ。今は仕事に行こうともせず、長椅子に寝そべって手が治るのを待ってるっていうんです。あのろくでなしが仕事に戻れるように手が治るもの持ってませんか？あらあら。まあなんだかんだ思ってるんだな、旦那さんのことね、きっとね。お、こんにちは。ありがとう。あ、で、コメントで教えていただきました。長押しでいっぱい買えますっていう。いや、今までね、クリックが大変だったから、ありがとうございます。風花もまあまあ買いたいかな。つむじぐさはまあそんないらない。スペルブルーム、血のトゲはまあそんないらない。あー、メイジベリーもいらないな。火の金90もある。水花も70。70か。よし、血のトゲを思ったより変えてなかったな。風花と絡まり草は69、草量の葉は46。そうなのよ。まあもう全部買っちゃうか、氷の果実で。毛バナナが93ある。シダーが62。金のトゲはあんまいらない。あ、テラリア今ないんだよね。あ、いや、いっぱいあった勘違い。いや、ありがとうございます。氷の果実、この前お願いしたら本当に持ってきてくれた。ありがとうね。ありがとうございます。偉そうに言っちゃってありがとうねって。光を召喚する魔法を学びたいのですが、そのためには同様の効果があるポーションが必要なのです。こちらで取り扱いはありますか？光ですね。はい。あとは、トゲ棒か。どうぞ。夫が狩りで森に入るの。狩りといえば養蚕機敏のポーションです。はい、どうぞ。特大の蛇と戦うんだ。毒を持ってるらしいから解毒剤がいると思ってな。解毒、毒耐性でいいのかな。はい、41個作れるこちらです。よかった。扉のギーギーいう音で気が狂いそうなのだ。そのうるささと言ったら家に住んでる全員が目を覚ますほどなのだ。何かで注意しなければ。絡まり草は体に悪い。絡まり草は入ってない。こっちは入ってない。こっちでいきます。へい。よし、才能ポイントがたまったな。錬金術の実践か。もうどれもいらないから、もうとりあえず買えるようになったら買おう。俺の馬を風の上に駆けさせるポーションが必要だ。あ、どうぞ。よし、いいぞ。ニヤッとしたね。どうしよっかな。あ、氷の果実来たし、とりあえず作ろうかな。香り、のり、難しいの作っておきたい。恐怖、呪い、レイジでいこうかな。恐怖に呪い、レイジ。恐怖って、あ、入れてないか。じゃあ3で1回
3ポイントで1回恐怖のやつを作ろうかな。 OK 行こう、恐怖へ。恐怖ここ、呪いが、呪い、あーここか。で最後がデイジか。 OK よし、恐怖の方に向かおう。左上。いやーねー、この前石は手に入れたからね。どの方向にも行ける石を手に入れたからね。こっちには簡単に行けるな。ブームブルームでまずは行きましょう。このぐるぐるはどこに行くんだい。あー、そんなとこ行っちゃうか、やめとこ。ブームブルームから来るエキノコを一回使おうかな。うん、いや今この部屋にね、うちの家部屋にね、蚊がいたのをね確認したんだよね。やっつけられてないからちょっと嫌だな。蚊がいるってだけでなんか痒い気がしますよね。フェザーブルームを使おうかな。うん、上行って、もう一回左上とか行けるかな。あー、ちょっと無理があるな。もうちょっと上行こう。ハザー花絡まりそうで、うん、違う、つむじぐさでしたね。こちらいけませんね、間違えるなんて。一回上に向けた方がいいよね。左上に行きすぎなくてもいいんだよな。そうね、貪欲な根でいいかな。で、ここまで行こう。うん、で、風花かな。あ、フェザーブルームがちょうどいいか。はい、 OK、これで上の雲水晶はもともといっぱいあるので使っていきましょう。よいしょ、いいね。左上の貪欲な根か、欲望キノコか、血のトゲ、貪欲な根。いや、血のトゲもうちょっと買ってもよかったかな。59でも心もとなくなってきてるね。来てるね。マグマモレルがちょうどいい感じに行きますね。よーし、いろんな種類を使いまくっているな。ちょっと左に行って、まあ、最終的な目的地はもうちょっと左下なので、マグマモレルで、うん、伸ばしに伸ばして、これでいいかな。おお、思ったよりいっぱい入っちゃった。はい、で、左か、月光か。月光なー、うぃー、使い渋っちゃう。あー、そっか、回っちゃうんだったなー。失敗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 。まあ、これをとりあえず恐怖のポーションにはするんだけど、するんだけども、間違った。そっか、恐怖か。両術と並べたいけどね。しまった、これごと回るんだった。これは辛いミスだな。え、呪いはちなみに向きは、あ、左下のままか。くー、左下のまま持っていきたい、これ。これはどちらかというと、虚空の塩を使う形で修正かな。うん、ここまで戻せばいいでしょう。ぐえー。しまったー。やらかしたー。狂いキノコ。あー、狂い。
貪欲なねで一回リカバリしよう。やっちったな。よし、左下に向かっていこうね。トゲボはあまり無駄にできない。悪臭キノコもあまり無駄にできない。あー、ケバナナがいっぱいあるもんね。よし、ケバナナでいこう。ほい。よし、下にマッドシュルームで行って、テラリアもあり余ってるから使いたいね。左下ケバナナですね。ケバナナである程度左下に行って、うん、で拡大は無視して先に行く感じだよな。あ、いいね。赤まつろ、よいしょ。で、真下に行く。テラリアがいい感じかな。いや、ちょっと待ってよ。変キノコ。テラリア。テラリアかな。ちょっと最後まで伸ばさずここにしよっかな。よし。で、まだまだ下。まだまだ下。あ、左側下ね。左下赤松路いいぞ。うん、で下に向かい、マットシュルームいい感じね。お、ルルルン、ゴブリンキノコか、いいかもね。タンチャラチャンタンタン、大丈夫よね。よし、マットシュルーム使っていこうね。よーし。で、恐怖のポーション3つけたけど実際は2だから、これも2だよな。うん、下に降りて水活用できるやつだな。下手に水活用しなくてもよかったかも。ドロイドのローズマリー、ヒーラーのヘザー、グッドベリーかなー。よし、グッドベリーなら2回のチャンスがあるぞ。よし、ここでどうだ。あ、でも2か。2ならいけるな。2だよな。うん、2。よーし、あとはそこのぐるぐるどこ行くんだろう。帰らせてくれるたら、くれたら嬉しいが、天気の子で入ってみようか。どうだ。戻っちゃった。レイジは、あー、上かー。どう行くべしか、べきか。こう行って、こう、こうがいいな。変に珍しい生き方はしなくていいや。じゃあ一回左上に行って、あれ、意外とこんなに左上でもないか。血のトゲだなこれは。あれ、かいかいかい、やだな蚊。蚊が指のあたりをすごい刺してる気がする。やだよー。虫はちょっときついか。フェザーブルーム使っちゃおう。チュン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 。移動量で言えばつむじ草が優秀だな。いけるね、きっとね。多分、多分いける。
ここら辺で水を加えたらいい感じになった。オッケー。よーし。右上かな。あーいいね、スペルブルーム。こっからもう右だもんな。よし。オッケーオッケー。意外と大変じゃなかったぞ。スペルブルーム、メイジベリーで行こう。よーし。ちょっと右下行っちゃうんだな。で、右側に行く石は、あ、いいね。いいね。神秘の水晶で行きましょう。まあ、どの方向にも行けるやつは手に入れたけど、あるならね、そっちを使いたいよな。よし。メイジベリーで行こう。お、これはあと水だけでだったら、ああ、結構、右下に向かっちゃうか。では、絡まりそう、僧侶の葉。これは、水の帽子でいけるな。なんだって1ですからね、今回必要なのは。せい、うん、オッケー。よし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 。これは、いいか。金色だな。ここが一向に埋められないんだよな。自動で。よし。これも金色にしておきましょう。オッケー。完成。よし。一個完成だ。うん、プルンピのところね。よし。いいね。一日一個くらいずつ作っていこう。動画的にまだ短いので、あと一日やります。あー、また作るのやると長くなるかもしれないから、売りまくりかな。よし。完全にね、完成させちゃったら最後の方ただひたすら売るだけの動画になっちゃうからね。どうもこんにちは、錬金術師さん。戦闘後の回復に使えるものは置いてないかい？シンプルにありますよ。どうぞ。チェーンサークアーティファクト不可視のマントを作ってるんだ。それで魔法をかけるために物を見えなくするポーションが必要なんだ。こちらの方がいいですね。どうぞ。違いました。怒り出すところだった。悪の魔法使いとの決闘に備え、稲妻への耐性が必要なのだ。悪の魔法使いというものがいるんだな。気をつけください。目ごとで使えるポーション売ってるかな？風花、あ、半分風花か。いやー、半分風花は、1、2、3、あと3つぐらい入れないといけないんだな。たまにはサービスしてあげましょう。はい、半分だよね。1、2、3、4、5、6、7、まあ少なくとも3個入れれば大丈夫。ポンポンポン、どうぞ。あれあ、そっかそっかそっか、そんなはずないな。失敗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 。あれ、今は1、2、3、4、5、6と4になってるから、あと1個だった。4つだ。4つ仕方ないな。1、2、3、4、これでいいでしょう。はい。あれあれ、半分入ってない。1、3、4、5と1、2、3、4、5、あ、あと1個だった。性欲のポーションばっかりになる。まあ私の間違いなんだけど。まあでもここまで下からにはな、やらんとな。1、2、3、4
なんで ?1,2,3,4,5,6 と6でしょ?うん、大丈夫だ。今度こそ。あー、計算できなくなってる。あ、でもいっぱいお金くれたね。あ、どうも。おじいちゃん、性欲のポーションいらない?なんかいっぱい作っちゃったんだけど、そんなに大量に売れるものでもないんだよな。あ、よしよし、霧のパラソル。来たね、魔女キノコ。もう全部買っちゃおう。安売りしてるし。魔女キノコ、狂いキノコが81か。霧のパラソルは ?90! ああ、十分あったな。水の帽子。クラーケンキノコもいっぱいでしょ?プープシュルームもいっぱい。というか、そんな使ってないでしょ?まあ、お金いっぱいあるしな。マットシュルーム結構使ってるよね、最近。ドライアードのムチ。マッシュルームもまあまあ使うイメージある。クマオレルも使った。で、なくなりかけだったような気がする。よし。いや、この前ね、キノコおじいちゃんとの交渉に失敗したからな今日は喧嘩せずに行けたね。オッケー、ありがとうございます。戦闘で3から身を守ってくれるポーションが必要だ。はい、よしよし、どうぞ。理由はわからないんだけど、うちにある食べ物は異常な速さで腐るんだ。食べ物の新鮮さを長持ちさせるポーションはあるかな。何？なんでなんでなのかが気になる。すごいジメッとしてるのかな。暑くて。寒さから身を守ってくれるポーションが必要だ。あー、あなた、さっきの人にちょっと寒いとこ教えてあげたら。戦闘用に防護のポーションが必要だ。複雑すぎないポーションがいい。水の帽子は好きな材料。少しでもか。少しでもか。オッケー。防護に水の帽子を入れてあげればいいんだな。トン。はい。あ、それは仕方ない。どうぞ。箱箱の使い方がわかんねえんだ。ろうそくに火をつけたり、火を起こせるものが必要なんだ。あー、火か。3種類以上。お、入ってないね。いいぞ。素晴らしい売り上げです、本日。よしよし、このまま行こう。もう一日。販売だけして、終わりにしましょうね。よし。多分これだけ材料がいっぱい買えているとすると、多分賢者の石作って賢者の塩作った後にまた賢者の石作り直すの、そんなに大変じゃないと思うんですよね。まあ、また塩がなくならない限り。どうやら呪われた贈り物をもらったのがすごく気に入ってるのだ。ああ、なんといい人なんだ。呪いを払って取っておく方法はあるだろうか。その人はわざと呪いかかった贈り物をしたのか、たまたまかかっていたのか、ちょっと確認した方がいいと思いますよ。あ、マナが足りない。マナをくれ。マナ中毒者みたいになってる。マナですね。はい。よいしょ。どうぞ。壁にあるものを取り付けたいんだ。いい糊が必要だ。高品質複数効果。めんどくさい。ごめんなさい。毒から身を守ってくれるポーションはあるかい？毒ですね。よし、それなら簡単ですよ。性欲のポーションいらない？皆さん。いらない？どうも。ドラゴンペッパー。あ、ヒーラーのヘザー。さっきなくなりかけていたな。カザー花、スペルブルーム、フェザーブルームもさっき買い足したっけ、してない。オッケー。うん、もう100個ずつぐらい持っててもいいぐらいだな。ドラゴンペッパー、氷の果実。さっきいっぱい買った。カラムリソウはちょっと高い、今。ある程度にしておこう。うん、ヒーラーのヘザーはいろんなとこで使ってるし、100個にして、少量の刃もある程度。わあ、7000円になった。まあ高いもんね、今ね。このくらいにしておきましょう。最近ね。あ、やば。ふっ。
余裕ぶって、余裕ぶって雑談しようとしたら危なかったな。毒から毒を守ってくれる、毒から守ってくれるポーション最近流行ってるね。最近毒ガエルとかいるの？近くに。頭が小さすぎる。ふんふんふん。オッケー。あ、しまいました。氷の息を吐くドラゴンから身を守る。これが若干足りなくなってるんだよね。あ、これかー。これは確かに。こんなものを氷耐性に使っているのか。私のあれは小さすぎる。ふんふん。はい、どうぞ。あ、そんなこと言ってた？まあ仕方ないね。3種類はこれは無理です。よし！では今回は動画ここまでにしましょう。次回も一つずつ進めていきましょうね。では、おやすみなさい。